はようございます。本日は2020年の3月の9日、ここは東京新宿です。これより皆さんを長野へお連れします。乗車する列車は8時ちょうどの中央本線特急あずさ5号です。この列車は本日途中素晴らしい天気と聞いていますので、きっといい景色をたくさん楽しませてくれるはずです。塩尻市まで2時間半の乗車。朝ごはんは非常に簡素にしてありますが、これは長野へ着いた時点でお腹を空かせておきたいからです。沿線にはこの時期特有の美しい梅の車窓が広がります。今ちょうど列車は東京都を抜け出して神奈川県の北部を入り、もうそろそろ山梨県へ向かうというところ。沿線には中央自動車道の高架橋が美しく広がり、また左側には時折このような渓谷を望みながら今列車は山梨県の中を走ります。そして勝沼ぶどう橋という変わった駅の手前でこのような素晴らしい景色を見ることになります。左側に広がりますのは山梨県を代表する盆地、甲府盆地で、奥にずらりと連なりますのは南アルプスの景色です。この山並みの一番高いところ、画面の右側のあたりに映っていて、今ちょうど消えたぐらいですが、北岳という山があります。これは日本で富士山に次ぐ2番目に高い山とされております。また甲府の街の上にはうっすらと雲がかかり、大変幻想的な景色、そして我らがナンバーワンの富士山も見えます。列車はこの山に連なって徐々にカーブを描きながら街へ降りてきました。東京から約1時間半で山梨県の県庁所在地甲府に着きます。お城の中にある駅です。大変面白いところ、ここへ降りるのも良かったのですが、今回は長野の旅ですから先を急ぐことにします。列車はまだ山梨県を走っています。山梨県小淵沢の近く北杜市というところ、左側には南アルプス、そして後ろ側に時折よく探すと見えますのが富士山。ここで景色をよく探した人だけが楽しむことができる素晴らしい車窓です。そして右側に見えますのは八ヶ岳、どれも全国に名だたる山々で、このように素晴らしい景色の中を走れるのは晴天の日だけの特別です。そして列車は今長野県に入りました。左後方に南アルプス、右前方に中央アルプス、さらに左の彼方後ろに富士山が見えるということもあるこの素晴らしい車窓は、手前側に水をたたいた諏訪湖が広がり完成するんですが、残念ながら今日は湖が見えません。湖が見えないのは湖が自分で雲を作っているからです。まあ雲というか煙がこのようにもくもくと上がっておりまして、こんな幻想的な景色は初めて見ました。逆にこれはこれですごいものです。この煙の下には大きな諏訪湖、長野県ナンバーワンの湖が広がっております。列車進んできて、今アナウンスしているように間もなく塩尻です。到着の手前、北アルプスが見えました。日本アルプスをすべて見せてくれる素晴らしい特急の旅でした。そして途中で富士山や八ヶ岳など特別ゲストも登場します。これだけでも東京から2時間半で十分満足する旅になりますが、ようやくこれから長野県の旅が始まるのです。こんなに贅沢な景色はなかなか味わうことができません。さて皆さんにはかつて何度も紹介しております塩尻駅のお蕎麦屋さん、信州蕎麦。これは入り口が非常にこう狭い、これなんでこんなになっての、右側にエレベーターを作ったので入り口が小さくなってしまったからなんですが、日本で一番狭いお蕎麦屋さんとされています。店の名前何だったかな、もう忘れちゃいましたけどね。しかしこのお蕎麦屋さんは入り口が狭いということだけが取り上げられがちですけれども、単純に蕎麦が非常に美味しいのでやってきて食べるべきです。いつも狭い側ばっかり来ておりましたので、今日は駅の改札を一旦出て、改札の裏側と、それから表側と両方ともこのお蕎麦屋さん桔梗ですね、そうこの店はありますから、今回は表側に出てお蕎麦を注文することにしました。620円で注文した盛り蕎麦、めちゃくちゃ美味しいですよ。私蕎麦嫌いなんですけどね、長野県に来て食べると本当に美味しいと感じます。で、東京でたまに食べることがあるんですが、やっぱりね、東京のそこらの蕎麦屋で食べるとね、まずいと感じるんですよ。本当に長野の蕎麦って美味しいんだなと思いながらいつも食べております。ちゃんとまずい蕎麦も食べるのが大事、そうじゃないとただの食わず嫌いになるという可能性もありますからね。特に冷たいお蕎麦が美味しいと思います。夏限定の冷やし蕎麦というやつが一番好きで、ぜひ通年販売してほしいと思っていますが、しかし冬の時期でも盛り蕎麦があります。美味しい。この美味しさを味わうために朝ごはんはああいうパン1個だけにしておいたのです。ちなみに私は普段わさびというのも食べないのですが、長野県には名産の安曇野わさびというのがございまして、これが安曇野のわさびかどうかは知りません。そうじゃないかもしれないけど、まあ、ともかく本わさびをすりおろしたやつ、とても美味しい。まあどこの産地かもうそこまで気にしなくても、とにかく美味しいので入れて食べております。なんで美味しく感じるんですかね。まあ練りわさびじゃなくて本物のわさびだからでしょうね。このように全部食べました。そしてここから先乗り換えです。この駅で30分ほど乗り換え時間がありましたが、これから木曽、さっき見えていた中央アルプスの方面へ向かいます。すぐ脇に貨物列車が止まっています。機関車が2つついています。1つの機関車だけではパワーが足りない、要するにここから先の山道は相当険しいというわけです。
寒い長野県に石油を供給してあげる憩いの列車。しかし私の乗る普通列車が優先です。貨物列車は皆様の見えないところで頑張ります。力持ちの機関車が2両連なって、この辺りの鉄道の象徴的な光景です。長野県はどこも山に囲まれています。どの山も素晴らしいものです。しばらくの間は平地が広がります。右後方に、あれは北アルプスに入るのかどうか微妙なところですけども、まあ、野麦峠とか言われてる方ですよね。そっちの方面を望みながら沿線にずらりと並びますのはブドウの畑。長野県は山梨県と並びブドウの産地として知られます。畑からも煙が上がっています。昨日の夜は寒かったんですかね。沿線の不思議な景色を見ながら、列車は今中山道の沿線を進んでいます。先ほど長野県に中央線で入ってからずっと沿線には中山道があり、昔江戸時代の五街道、まあ要は重要な幹線道路だったうちの一つなわけですが、沿線には意図的に町が作られて、そこにちゃんと寝泊まりができるようにと整備がなされていました。その当時の雰囲気がまだ今でも残っています。私たちはもはや歩いて旅をすることはありませんが、歩いて旅をする人たちのために用意された町は今でも栄えています。列車が停車中のこの駅は仁江川というところ、駅前には家がたくさん並んでいますが、昔は仁江川宿というところがありました。後ろ杉の木がずらりと並んでいます。木曽のヒノキは有名ですが、杉はそんなに有名でもないんじゃないかな。私たちに花粉はたっぷり供給してくれています。花粉症の会社は儲かっていると思います。こういう大きなものをうちから用意してきました。まあないと花粉症の人はちょっと辛いんじゃないかなと思いますが、薬を飲んだので私は大丈夫です。列車はもうまもなく木曽平沢という駅に着きます。この辺には基本昔江戸時代に人々が休まるために設けられた宿場町一つごとに駅が一つ設けられていて、さっきの仁江川も仁江川宿というところがあったし、ここもまた平沢宿という宿場町でした。赤い屋根の家が目立ちます。これはこの地方特有の光景ですが、大雪が降った時に雪を上から下ろす時、屋根がどこにあるか分かるように赤く塗っているか、そんな説があるそうです。まあ、今でもそれが影響しているのかどうか知りませんが、とりあえずそういう風な説明を前に受けました。そして平沢の次の駅、奈良井が今回の最初の目的地です。ずいぶん前に一回奈良井は紹介しましたけれども、それ以来の下車となっています。奈良井とはこのように書きます。奈良県の奈良です。運転手さんしか列車には乗っていませんので、切符はあらかじめ買っておくか、もしくは降りるときに運転手さんに払うという方法になります。 JR 東海の奈良井駅、ずいぶん古そうな木でできている駅ですが、よく見ると奈良井駅の開業は明治42年とあります。そして駅に貼り付けられている試算表ですが、これもまた明治42年と書いてあって、要するにこの建物は明治時代からずっと使っているというわけです。もうこの駅ができた当時のことを知っている人が日本にほとんど生きていないのではないかというぐらい古いもの。 JR ではこういったものが所々使われています。ここは日本でも大変有名な観光地の一つで、駅前にも駐車場があって、鉄道だけではなく車でやってくる人も多いところです。これから先が奈良井宿というエリア。中央線沿いのこの辺りには昔からたくさん宿場町がありましたが、その中で昔から一番栄えていたのが奈良井です。奈良井宿は奈良井千軒とか呼ばれて本当に栄えていたそうで、また現在日本に保存されている宿場町の中で最も長い距離連なるところとしても知られています。要するに日本の宿場町の中で一番立派だということです。本当に立派な光景ですよ。ずっとこれが続きます。奥の方へ進んでいくと軽トラックが一つ止まっていて、おじさんがそこで腰をかがめて水を汲んでいらっしゃいました。ちょうど私に話しかけてきて、あ、この水は飲めるからね、どうぞ飲んどいて、そういう風に言われて、実は私もそんなことは知ってたんですけども、これがその立派な水場です。もともと江戸時代から井戸の代わりにこの辺りの豊富な湧き水を地上に持ってきて、そしてみんなの飲料水として使っていたようですが、ちゃんと検査をしているので飲んでも問題ないそうです。これは本当に美味しいんで、私も実際すくって飲むことにしました。木曽路、まあ、つまり奈良以外にもこの辺りでは木曽福島とか仁江川とか揚松にもこういうのあんのかな。このような水場がずっと江戸時代から保存されているところ、そして江戸時代の雰囲気をもう一度取り戻すため復活されているところなどたくさんあります。どれが昔からのもので、どれが最近作ったものなのかは私にはよく分かりませんが、ただ少なくとも現在でも地元の人に利用されているということで、歴史は江戸時代から受け継がれているから、どれも本物と言っていいのかもしれません。お水を飲んだ後、またさらに散策を続けます。ちょっと古い建物が並んでいるという程度ではなく、本当に巨大なずっと続く、まあ、今の商店街みたいな、そんな雰囲気ですかね。本当にすごいところですよ。
この奈良井宿はもちろんただの普通に人が住んでいるお家という建物が多いのですが、それだけではなくお土産物を売っていたり食事ができたり民宿として使われていたり、そういうところもたくさんあり、それぞれ一つ一つの建物をかなり楽しむことができるようになっています。なお奈良井までのアクセスには今回中央本線の特急あずさ号を使いましたが、まあ、それだけではなく新宿を7時45分の中に出発するバスもありまして、バスの方が安いし直行で来られるからいいかなと思っていたんですが、ただ前日に調べたところどうも混んでいたようでした。まあ、混雑しているとちょっとウイルスのことも心配だから今回は空いている特急列車でということにしたわけでした。この屋根については昔からのものをそのまんま使っているのではなく、実は今は鉄板で補強しているんだそうです。で、表面にいろいろ木とかを巡らしてありますが、中には鉄板が入っていて強度と見栄えを両立させているものなんだそうでございます。またお家とお家の間ビチッとくっつけられていて、これは多分雪が下に落ちてこないためでしょうね。だからそれぞれの建物は本当に隙間がないぐらいですが、一つ一つは確かに隣とはちゃんと隔てられています。そしてここ気になったお店があったんで入ってみました。金目屋さんというところ、外に向けてこんな木で作ったメニューが貼ってあり、名物の五平餅が食べられるということでした。多分五平餅はどこでも食べられるんじゃないかと思います、この辺のお食事どころなら。すごい低い入り口ですよね。頭上注意って書いてありますが、まあ、書いてなくてもここまで低いと誰しもが注意をするので、かえってぶつける人はそんなにいないんじゃないでしょうか。このぐらいの低さです。まあ、頭 1.5 個分ぐらい低いですからね。中に入ってまず写真を1枚撮らせてもらいました。本当にいい雰囲気のところ、こんな感じのところでしたよ。画像の加工とかは特にしていませんが、この時期お客さんが少なかったですから、私一人で独占することができて本当に幸せな思いをしました。天井が高く、また上から吊るされて囲炉裏などもあります。この建物について調べてみましたが、江戸時代に建てられたものではなく明治になってからのものだそうです。ただ明治のかなり初めの頃のようですけど、そうすると奈良井宿として使われていた時の建物ではないのかなという気もするんですが、しかし奈良井宿という江戸幕府の制度は江戸時代が終わったからなくなってしまいましたが、その後もこの辺に中央本線ができたのは明治の中頃を過ぎてからだったので、この建物はここが実際に人々の休み所として活躍していたその時期を経験しているはずです。奥に夜間がストーブで炙られていますが、その左側、これが我が家の大切にしているものです。いいですよね、こういうものがあるお家。いや、立派な重箱、これボタンですかね、多分そうだと思うんですけど、立派な金箔が貼ってあって、まさに家宝というやつです。奥ではお湯がグツグツ沸いています。これは別に昔ながらの風景ということはないと思いますが、東京に住んでいるとあまり見ることのないものです。この奥へ行ってトイレも貸してもらいました。そして料理を出していただきました。これが五平餅。五平餅の名前の由来は私は知ってるのでちょっと忘れてしまいましたけども、ともかくこういうもち米で作ったようなちょっとご飯っぽい半分おにぎり半分お餅みたいなやつが出てきます。これね、正直言って食べてると飽きるんですよ。とてもね、3個はねちょっと全部続けて食べるには飽きる。ところがこのお店大変親切なことに、これこんな安くてね550円だったと思うんですけど、それでこの漬物まで出してもらって、漬物とそれからほうれん草とベーコンの炒め物みたいなのが出てきましたので、最後まで飽きずに食べることができました。ちなみに表面に塗ってありますのは、これエゴマと言いますが、独特の雰囲気の食べ物です。こういう五平餅を食べるもよし、それから他に確かうどんとかいろんな料理があったと思いますんで、結構ここの奈良井宿は食事どころには困らないと思いますから、それっぽい雰囲気のお店で内装と食事を両方で楽しむ、いいことなんじゃないですか。こんなに安い値段でいいのかなと思いながらお店を後にしました。その蓮向かいには伊勢屋さんという旅館があります。ここは2食付き1万円で泊まれる、また随分安いところなんですが、もともと江戸時代には問屋として使われていたらしいんですけども、それ以外に脇本陣として臨時に使われることがあったようです。脇本陣というのは大名のお付きの人が泊まる宿で、他に本陣という大名そのものが泊まる宿、公設の、国の施設がありまして、その2つがあることが江戸時代の宿場町の必須条件だったそうです。もともとはそのお国の人が泊まるために整備されてますからね。こちらが昔の本陣で、今は公民館として使われているそうです。それからもうお食事はしませんけれど、気になる料理屋さんがありました。ソースカツ丼と手作りのこんな食品サンプル、結構可愛いやつですけどね、ありますが、なんでこんな山の中でソースカツ丼なのか、全然観光省関係ないでこんなとこまで来てカツ丼食うかと思う人もいるかもしれないですが、実は長野県というのはソースカツ丼が名物となっておりまして、特に県南部、ここより少し東へ行った伊那というところでたくさん食べられるそうです。普通ねカツ丼つったら
あの煮込んで卵なんか一緒にやってるやつですけど、ここはカリカリのソースカツ丼、私はそっちの方が好きですね。じゃあある程度滞在しまして、もう2時間ほど経ちますのでそろそろ帰りますが、その前に少し駅の裏手を上がったところにある200地蔵というものを見に来ました。お地蔵さんがずらり並んでいます。なんだなんだ並んでるのかと、これはこの下を通っております中央本線が関係しています。中央線が作られるときに、その沿線にあったお地蔵さんとかそういったものが全部どかされることになってしまったんで、それでそこに200地蔵というものを全部じゃあどかされてかわいそうだから、ここへ集めてきましょうとやったんだそうです。ちなみに今猫が映ってましたけども、他に狐がおりました。狐を取ろうとしたんですけどね、残念ながら取れませんでした。奈良駅に戻り、中央本線に乗って、またさっきお蕎麦を食べた塩尻に戻った後、さらに松本を目指します。今度は長野県の北部へ向かうのです。塩尻駅から乗り込んだのは特急列車信濃号です。塩尻から松本まで特急に乗るとちょっと割高なんですけどね、10分とかしか乗らないのに700円ぐらい取られるんですが、そこまでしても松本にちょっと急いで行った方がいいだろうと思いました。ちょっとこの後のね、また別の旅館に泊まるんですが、松本駅まで特急に乗れば1時間ほどブラブラ見て回る時間があるからです。1時間を用意するためだったら、まあ700円払ってもいいかなと思って、今回はちょっと高めのお金を使いましたが、さらにコインロッカーに荷物を入れて身軽になり、ちょっと贅沢な感じでしたけどね。松本駅の前からタクシーに乗ってお城へ向かいます。最近ですね、どうも最近タクシーはあんまりお客さんの入りが良くないようでした。乗り場の前でずっと延々待って、お城まで短い距離で、お願いしたらですね、運転手さんも嫌な顔はしませんでしたけど、もうちょっと見てきますかと、この細いのがそんな風に言われましたんで、じゃあまあそうだなと思い、お城まで来て運転手さんに案内してもらうことにしました。途中街の様子なんかもね、いろいろ教えてくれて、昔ここで大火事があったんですよとかね、ここに大きなデパートがあったんですけどなくなっちゃって、そんな話を聞きました。お城の前にはこんな風に鯉が泳ぐお堀がありますが、私はあんまりここに鯉がたくさんいるということ以外今まで気にしたことはなかったんですけども、ああそういう風な、運転手さんはあんまりここの水は昔は綺麗じゃなかったと言っていました。今もそんなに綺麗ではないそうなんだけれども、もう少ししたらこの池の下にある泥をさらって随分環境を良くするんだそうです。確かにこうやって見てると汚いよなと思いますけども、でも魚、それから鳥などたくさん住んでおります。お城の脇に白鳥がおります。滋賀県から寄贈された、なんか彦根からもらってきた白鳥らしいんですけども、そのつがいがいたんですが両方とも死んでしまいまして、ただ子供たちが元気に今も名物としてここで頑張っているそうです。こんな立派な鳥が来てますが、これはまあ来ているというよりはいつもここに住んでいるというもので、どっか行ってしまうということもないそうです。他にどこかからやってくる鳥として、まあこんなサギなどおります。お魚がたくさんいますから、こういうものが来て食事をして帰っていくにはいいところだと思います。それからまたカモが水の中に首を突っ込んで、ここもたくさんお魚が取れるんですね。しかしまあここで鳥を見物してるのなぜかというと、鳥しか見るものが結局なかったからです。本当はお城の中に入ってですね、その様子を皆さんにご覧に入れようと思ったんですが、なんとただいま新型コロナウイルスの関係でお城の中には入れないようになっていたようでした。ただお城のバックに本日のような晴れた日には綺麗な、北アルプスが見えます。これは本当に素晴らしい、背景が一番素晴らしいお城なんじゃないかと思いますが、このお城の景色は立派です。またさっき神奈川県内でも見ましたが、こんな桜じゃなかった、間違いない、梅が咲いておりまして、これもまた松本城の名物の一つ。梅とかね、あと5月ぐらいになってると藤棚があって、それが咲いたりとか、結構お城の周りにはいろんなお花が植えられているのでした。といろいろ見て回ったところで、個人タクシーの運転手さんも随分メーターが上がって満足したようでした。私も帰りのタクシー乗れないと困りますからね、助かりました。タクシー代で結構お金を使いましたが、これ金券ショップの前で降ろしてもらいまして、ここから先長野市内まで向かうにあたって特急列車にもう一度乗りますが、ここで割引切符を購入しておきました。信州信濃料金回数券というやつですが、松本から長野まで1180円ぐらいするんですけども、これを持っていると650円になるという随分な割安切符です。本当はいっぱい乗る人向けの切符なんですけどね、それをバラで金券ショップで売ってるんで1枚でも買うことができてしまうと、 JR としてはそんなことをされていい気はしないだろうと思いますが、まあ、法律上も全く問題ないことなので、これは乗客としてはやはり買いたくなってしまうのが実際のところです。改札をくぐると目の前に
こんなお土産屋さんがありまして、松本駅のね、改札の中のこのお土産屋さん、結構品数が多くて私は好きなんですよ。ここでおやきなどを購入しました。そして1時間の特急品物が到着。お城見に行って帰ってくるぐらいだったらば歩いても間に合うんじゃないかと思いがちですけども、1時間では厳しいです。松本城は駅から 1. 何キロか離れていますからね。そしてここからはもう一度北アルプスを眺めながらの旅となります。残念ながら反対側から太陽が差し込んでいますから、ちょっと景色が見づらくなっていますが、それでもこの大きな川とその後ろにそびえる北アルプス、大変素晴らしい眺めです。あの山の手前のあたりは長野県安曇野市といいまして、わさびをさっきも紹介しましたが有名なわさびの産地であり、またそれ以外にも長野県らしい涼やかな景色が楽しめる場所として知られています。もうちょっと北の方まで行くと長野オリンピックなどもやりましたスキー場などがたくさんあります白馬村の方に至ります。この列車はしかしそっちの方へ向かうわけではなくて、ここから大きく右へ曲がって長野市の方面へ向かいます。さっき松本駅で買いましたのが左側がおやき、駅でいつでも温かいものを売っています。そう簡単には売り切れないようです。それからお隣のこれは今紹介しました安曇野の酪農をやってるんですね。あんまりよく知らなかったですが、そこの牛のあれで作った、ヨーグルトプリンということです。ヨーグルトプリンとはどんな味がするのやら、食べてみました。これね、なんかヨーグレットってお菓子あるじゃないですか、あれみたいな味がしましたね。でそれも面白かったんですけど、随分ブルブル揺れるもんですから、特急信濃号とはこんなに揺れる列車であったかと改めて確認するのには随分いいものになりました。味はとても美味しかったし、信濃号からの景色も素晴らしかったから、この時揺れはそんなに気にならなかったですけどね。山道を走っている時は、結構ガタガタ揺れたりしますが、トンネルの中を走っている時はビューッと、これもこれでかなり速く感じるものです。車内ではクリアンシルコ、栗で作ったおしるこの広告が出ておりました。これも明日食べようと思います。本当に美味しいですよ。これはほっぺたが落ちるほど美味しい。また進行方向左側に白い山が見えますが、多分あの山は新潟県の近く妙高高原とかその辺ですかね。それはちらっとしか見えませんが、信濃号では進行方向のこの場合長野行きで右側にぜひとも見ておかなければならない景色がありますから、これを紹介します。何度紹介しても足りないかと思います。日本三大車窓の中の一つとも言われております。列車の中から見るのに素晴らしい景色の一つとされている、善光寺平の景色です。手前側は随分家がまばらで、田舎っぽい景色ですが、奥の方までキリッと見渡せて、一番奥のあたりが長野市の中心部です。ここからズームアップすれば多分長野市のビル群なども見えたでしょうね。長野市がある平、善光寺もありまして、大きな大きな平野ということで善光寺平と呼ばれております。この辺りはさっき中央本線の厚田号から見たのと同じように、地形に沿ってなだらかにカーブを描きながら列車は長野市の中心部に入ることになります。到着した長野駅はこのような大変立派な作りをしていて、さすが県下第一の駅という感じですが、松本駅もまたやはり立派なので、こう続けがたいけれど、あんまりそういうことを言うと長野市の人に怒られるのかな。長野市の方が立派だということも一応言っておきます。さてこの駅の地下には鉄道が通っていまして、長野電鉄線といいます。この長野電鉄に乗って約1時間、湯田中というところが本日の目的地です。長野電鉄は地方の、いわゆるローカル線でして、増収のためですかね、こんな風に地元の農産品を売っています。多分これは県民向けに売ってるんだろうと思いますけど、スーパーみたいな感じですよね。どれも多分すごく美味しくて、しかもかなり安いんですよ。残念ながら私はこういうものを買ってもすぐ食べられませんので買ったことはないんですが、リンゴジュースなどかなり美味しいのを売っていますので、観光客もそういう方にはおすすめです。16時43分発の湯田中行きの特急というのがあります。これは昔東京と千葉の間を走っていた JR 東日本の成田エクスプレス用の車両を中古品としてもらってきて使っているものです。 JR の花形車両がここでまた走ってる、知らない人にこれ話すとね、ってこれみんなびっくりするんですけども、乗っていても当時の雰囲気がそのまま伝わってきて結構いいですよ。列車の名前はスノーモンキーというものに変わっています。日本猿という名前ですが、明日日本猿についても紹介しますのでお楽しみにお待ちください。車内は空港へ行くときに使われていたのと本当に全く同じもの、立派なグリーン車用の個室などもあって、この個室は1000円で利用することができます。追加料金の1000円は高いっちゃ高いのかもしれませんが、しかし JR 時代には2000円とか3000円とか取っていた設備ですから、随分それに比べれば安いものです。そこから素晴らしい長野県の景色を楽しむことができます。立派な山がたくさん並びます。そして長野県は日本で第2番目のリンゴの産地ということですが、今は残念ながら冬で枯れてしまっておりますけれども、このようにずらーりとリンゴの木が並ぶ様は圧巻です。素晴らしい景色を楽しんでいれば1時間もあっという間です。今日乗った鉄道から眺めた景色はどれも本当に素晴らしいものでした。このコースはぜひこのまま真似していただきたいと思います。到着しました。ここが終点の湯田中駅。
歓迎と書いてあって、実に温泉地らしい光景です。右から2番目の清風荘という旅館に本日は泊まることになっています。なおステルスマーケティングになりたくないんで一応言っておきますが、本日はこの清風荘さんにお呼びいただきました。前からですね、このスーツ旅行チャンネルで撮影ぜひしてほしいという旅館さんを探しておりまして、呼んでいただけたら取りに行くということで、もしよければ向こうから宿泊代をタダにしてもらえるということだったんですが、今回呼んでもらって、タダで泊めさせてもらってますけども、ただそれ以上のことはね、特にありませんので、向こうに配慮した発言とかも特にしないつもりですから、その点は皆さんもご安心ください。大変温泉地の雰囲気あふれるお土産屋さんなどがありますが、駅から歩いて5分ぐらいのところですかね。ここが清風荘、そんなに大きい旅館じゃないのかなと正面玄関を見て思いました。立派な松の木などがあるから歴史を感じさせますけどね。明治大正か、多分新しくても戦前の建物だろうなと思いながら入りましたが、後で聞いたらば明治20年代だったかな、それぐらいに建てられた建物なんだそうです。そしてこれは随分小さい建物なのかなと思いましたが、これはね、結構長方形の建物で、長方形の短辺を私は見ていたようです。かなり奥行きのある建物だったのでした。ですから結構大きな旅館でした。正面からの見た目ではわからない不思議さ。この階段を登りますが、この階段のね、この具合が全部リニューアルされてますから、パッと見うわ古いところだなとは感じないんですけども、これは確かに明治の建物なんだなってわかるような作りをしていましたよ。階段を上がっていったところにタイル張りの洗面台がありましたが、こういうのがいいですね。これは随分雰囲気のあるところだ。で、部屋に入れていただきましたが、いい部屋だけど、布団がないじゃないかと思いました。布団がどっかにね、敷くような場所があるはずなんですが、これらどこにも布団を敷くことができません。なんとかなり大きい部屋を用意していただいたようです。一番大きいところでした。ここにお茶セットなどがあります。これ、おまんじゅう。温泉まんじゅう。これは旅館に必ず行くと出てくるお菓子ですけども、こっちが寝室ですが、すごい広いですね。本当に古い建物なので、2つとして同じ部屋がないんだそうです。だから部屋によっていろいろ料金が違うそうで、安いと1泊2食付き1万2000円ぐらいからということでした。こたつなどが装備されているところで、入ろうかと思ったんですが、この日はそんなに実は寒くなかった。なんなら松本市内20何度とかありましたから、暑いぐらいだったんで、こたつにはまだ入らず、久々にテレビをつけてのんびり眺めるなどしました。旅館でぜひやりたいことです。テレビってもはや私にとっては秘密事情になっちゃってますからね。だってこの旅館についてはこの次の動画以降で、紹介します。今回の動画は3部作程度に分かれる予定です。お楽しみください。ありがとうございました。